コウモリ。コウモリ、カワホリは、脊椎動物アモンホニュコウモリ目に属する動物の総称である。別名に、天祖、ヒソがある。コウモリ目はヨク目ともいう。約九百八十種ほどが報告されているが、その種数は哺乳類全体の四分の一近くを占め、ネズミ目、月脂類に次いで大きなグループとなっている。極地やツンドラ、高山、 一部の太陽上の島々を除く世界中の地域に生息している。コウモリの名は古後に川堀、川堀と呼ばれたものが点火したものである。平安時代の本蔵和名ではコウモリをカバヤスと安カワ、川堀として紹介しており、現在のコウモリという名はこの川堀、川堀に由来する。コウモリ目は翼を持ち、 完全な飛行ができる動物である。前足が翼として飛行に特化する形に進化しており、多くの鳥類と同様、羽ばたくことによって飛行するが、コウモリの翼は鳥類の翼と大きく構造が異なっている。鳥類の翼は羽毛によって包まれているが、コウモリの翼は飛膜と呼ばれる、伸縮性のある膜でできている。哺乳類では、他にもムササビ、モ,モンが、 日よけざるなどの飛膜を広げて滑空する種が知られているが、鳥類に匹敵するほどの完全な飛行能力を有するのはコウモリ目のみである。コウモリの前肢、前足は親指が普通の指の形で鍵詰めあることを除けば、すべて細長く伸びている。飛膜はその人差し指以降の指の間から、甲肢、後ろ足の足首までを結んでいる。腕と指を伸ばせば、 翼となって広がり、腕と指を曲げれば、これを折りたたむことができる。さらに後ろ足等の間にも皮膜を持つ者も,も多い。また、鳥と異なり、後ろ足は弱く、立つことができない。休息時は、後ろ足でぶら下がる。前足の親指は、爪があって、排泄時など、この指でぶら下がることもできる。また、場合によってはこの指と後ろ足で這り回ることができる。 ココウモリ類は超音波を用いた反響定位、エコーロケーションを行うことでよく知られている。種によって異なるが、主に 30kHz から 100kHz の高周波を出し、その精度はかなり高く、ウオクイコウモリのように微細な水面の振動を感知し、水中の魚を捉えるものまでいる。コウモリの存在する地域における夜行性の昆虫やカエルなどは反響定位対策とな。 期間や修正を持つ者も,も多く、その生態系日地の大きさがうかがえる。ただし、大型の大コウモリの仲間は反響定義を行わない種が多い。竹竿、お、わの先に取り持ちをつけ、それを振ってコウモリをおびき寄せ、接着させて捕獲することができる。しかし、コウモリと感染症に衝突するように、コウモリは狂犬病をはじめとする。 様々な人獣共通感染症のキャリアとなり得るため、危険性がある。熱帯においては、花の蜜や花粉を食べる種があるため、それに対する適応として、花粉の媒介をコウモリに期待する、コウモリ中立ちの花がある。コウモリは、目の前の獲物だけでなく、次の獲物の位置も先読みしながら最適なルートを飛んでいる。恐竜の栄えた、中世代において、飛行する、 脊椎動物の主流は恐竜に、系統的に近い翼竜と恐竜の直系子孫である、蝶類が占めていた。中世代の集結において、恐竜と共に、翼竜は絶滅し、蝶類も、原生の蝶類につながる、新蝶類以外の系統が絶えた。これにより、飛行する、脊椎動物という生態系日地には、幾分か、空きができた。ここに進出する形で哺乳類から進化したのが、 コウモリ類である。コウモリが飛行動物となった時点では、鳥類はすでに確固とした生態系での地位を得ていたため、コウモリはその隙間を埋めるような形での生活権を得た。コウモリの直径の祖先にあたる動物や、コウモリが飛行能力を獲得する進化の途上過程を示す、化石は未だに発見されていない。おそらく彼らは、樹上生活をする小さな哺乳類であり、 全死に飛膜を発達させることで、樹上間を飛び移るなど、活動範囲を広げていき、最終的に飛行能力を得たと思われる。確認される最古かつ原始的なコウモリは、アメリカ合衆国ワイオミング州産オニコニクテリスで、死神予初期、約5200万年前の地層から化石が、発見されている。この時期にはすでに前足は、原生群に比べ短いなどの原始的特徴が目立つ。 物の翼となっており、飛行が可能になっていたことは明白である。化石から耳の構造を詳細に研究した結果、反響定位を持っていなかったことが判明し、コウモリはまず飛行能力を得た後に、反響定位を行う能力を得たことが分かっている。コウモリ目は南極以外の全大陸に分布し、さらに海洋島にも広く分布する。このような例は、 人意分布を除いては哺乳類の中では他にない。これは哺乳類がクジラ類などの例外を除けば陸上動物であり、しかも大きく進化したのが大陸移動による各大陸の分裂後であったため、陸橋等の存在遺憾でその分布が大きく制限されているのに対し、コウモリ目は鳥類同様に翼による飛翔能力を持ち、海などによって遮られた場所でも自由に移動できた、 ためであるる。と考えられている例えば、ハワイ諸島において、在来の陸上哺乳類は赤コウモリ族の一種のみだった。古代ローマの博物学者であるプリニウスは、コウモリのことを翼持つネズミと呼び、鳥類に分類していた。江戸時代、オノラン山の本草項目啓蒙でも、カワホリ、コウモリはムササビと共に鳥類に分類されている。 近代分類学では哺乳類に分類されたが、その始祖と言うべき、カール・フォン・リンネは、主に、オオコウモリの形態からコウモリを、霊長類に分類した。その見解が否定されて後も、霊長目、サルメなどと共に、主獣類として分類されていた。オオコウモリが霊長類に近いという説はその後もあり、1986年、ココウモリと、 大コウモリでは脳と死神経の接続の仕方が全く異なり、大コウモリのそれは霊長目及び河翼目、日よけるット同一で、他の哺乳類には見られない独特のものであることを主な根拠に、ココウモリは尖りネズミ目から進化し、大コウモリはそれより後に霊長目から進化したというコウモリ類に系統説が提唱された。 しかし1990年代からの分子系統の研究により、コウモリ目は、やはり単系統で、食肉目、猫目、クジラ玉、ヒズメメ、木、ヒズメメ、ウマメ、ユウロコメ、センザ山ンコウメなどと共に、ローラシアケモノウアメの系統に属することが明らかになった。なお、主獣類は多系統だったもののコウモリを除けば、単系統であり、新主獣類として、 現在も認められている。2006年、東京工業大学のグループによる研究、レトロポゾンの挿入の分析によって、コウモリは、ローラシアケモノの中でも、木、ヒズメメ、食肉目、ユーウロコメに近縁であることが、明らかにされている。キヒズメメの馬と翼を持つコウモリが含まれることから、ギリシャ神話の有浴馬であるペーガソスにちなんだペーガサス、野獣類、 がこのの系統の名称としてて提案されている伝統的に、コウモリ目は、オオコウモリア目、ダイヨクシュア目、オオコウモリと、コウモリア目、小ヨクシュア目、ココウモリに分けられてきた。オオコウモリはその名の通り大型のコウモリの仲間で、オオコウモリ科のイチかのみが属する。中には翼を広げた幅が2メートルに達する種もある。よく発達した四角によって、 植物性の食物を探す。果実を好み、農業従事者からは、害獣として扱われる場合もある。大コウモリのほとんどの種は反響定義を行わない。ココウモリは、小型のコウモリの仲間で、17科が属し、多くの種に分かれている。多くが食中性であるが、植物食、肉食、血液食など、様々な食性の種がいる。コウモリ目の特徴は、 反響定義をすることである。超音波を発し、その反響を検知することで、飛行中に障害物を避けたり、獲物である昆虫等を見つけたりすることができる。大コウモリとココウモリには翼を持つという共通点があるが、それを除けばあまりにも多くの違いがあるため、上記の通り、別々の祖先から進化し、独立に飛行能力を獲得したのではないかという説もあった。 しかし、最近のミトコンドリア DNA 配列の解析により、オコウモリとココウモリは、系統的にも禁煙であることが明らかになってお、どちらも飛行能力を初めて獲得した共通の祖先から進化したものと考えられている。また、2000年になり、分子系統によって、コウモリア目は、側系統であり、コウモリア目の一部は、オコウモリに禁煙であることが分かった。 その系統に基づき、コウモリ目はアモクとアモクに分類し直すことが提案されている。アモクはココウモリの一部、アモクはココウモリの残りとオオコウモリを含むものである。以下は常実の新しい分類に基づくものである。日本では異入種を除く約百種の哺乳類のうち約三分の一にあたる三十五種、種数は分類説により若干変動するを コウモリ類が占めており、約4分の1にあたる、ネズミ目、月シ類24種を抑えて、最多の種数を要している。また、近年は、琉球列島の島々に固有種が発見されている。このうち、オオコウモリ類は、熱帯性で、日本では、小笠原諸島と南西諸島にのみ分布する。ただし、個々の種について見れば、個体数が少ないと判定されているものもあり。 多くの種がレッドデータブック環境省版入りとなっている。これには日本ではコウモリの研究者が少なく生息調査も散発的であるという事情もあるが実際に絶滅の危険がある状態にあると考えられているものも多い。特に森林性のコウモリについてはその生活の場である自然の紅葉樹林とそれ以上に 住みとなる軌道ができるような巨木が極めて減少しており、生息環境そのものが破壊されていることが大きな問題となっている。コウモリ用の巣箱などが工夫されているが普及していない。ホラー穴に生活するものは集団越冬の場所などが天然記念物となっている場所もある。いずれにせよ、彼らの生活そのものも未だに謎が多い。指長コウモリなど、 集団繁殖する種もある。これらのものでは、季節的に大きな移動を行っている、可能性が高いが、具体的な修正については、現在研究が進められつつある段階である。一般に、コウモリといえば、西洋では、吸血鬼につながるイメージがあるが、実際には、他の動物の血を吸う種、血水コウモリはわずかであり、大抵は植物、 主に果実や虫などの小動物をべる。そもそも吸血性のコウモリは中央アメリカから南アメリカにかけてのみ分布し、旧大陸にそれについての知識が伝わったのも吸血鬼との同一種もヨーロッパ人の新大陸進出後の比較的新しい事象でしかない。東洋では歴史的にコウモリを献究する伝統はない。むしろ中国語で川掘りに通じるため、 幸運の象徴とされている。また、キューバの絶滅した先住民タイの巣、タイの族々は、コウモリが健康、富、家族の団結などをもたらすと信じており、同地で創業した世界的ラムシュバカルディのロゴマークに採用されている。日本では、カクイドリとも呼ばれ、川堀の故障とともに、夏の季語である。観測すため、その排泄物には、 南消化物の蚊の目玉が多く含まれており、それを使った料理が中国に存在するとされる。教者がいない場所での見幅を聞かせる弱者の意で、鳥泣き里の川掘りということわざがある。また、織田信長はこれをもじって、四国を統一した土佐の大名、長祖壁元地下を鳥泣き島の川掘りと呼んだ。この鳥なき島の川掘りのフレーズは、古くは三木若歌唱を巻き、 第二十七に、平安末期の歌人泉式部の歌に、人もなく鳥もなからん島にてはこのカハホリ、カワホリも君を尋ねんとあり、鎌倉紀の社籍集巻録にも、鳥なき島のカハホリにてとあることから、少なくとも十二世紀には記されていたものとわかる。沖縄の八重山人は、カワホリの子孫を称していた。厳密には、首は王コウモリの亜種である八重山王コウモリの子孫ということになる。 このほか、琉球諸島の各島々の伝説では、人間以外の生物に起源を求めるものが多く、川掘り起源はそのうちの一つである。島民は、自らの先祖である動物を敬い、大切にしたが、各島民が互いに悪口を言う際は、の子孫がといった風になったという。コウモリは分類学上は哺乳類であるが、鳥と同様に翼を持ち飛行することが可能である。 これを参考にした、イソップグーは、卑怯なコウモリがある。獣と鳥が争う中、コウモリはどっちにもいい顔をし、結果どちらからも嫌われてしまう童話であり、現在でもどっちつかず、八方美人的な人や行動を比喩する表現として、コウモリを使用するとがある。しかし、イソップグーはの原点に戻ると、いたちに捕まった時に、自分は鳥ではなくネズミだと言って放免してもらい、 ネズミは皆急敵だという別のいたちに捕まった時には自分はネズミではなく川堀だと言ってまたも逃がしてもらうというエピソードを通じて状況に合わせて表現する人はしばしば絶体絶命の危機をも逃げおうせるということをわきまえていつまでも同じところに止まっていてはならないという見習うべき教訓を象徴する動物とされていることがわかる。中国ではコウモリ、川堀の 福の字が、福に通ずることから、幸福を招く縁起物とされる。100年以上生きたネズミがコウモリになるという伝説も、あり、長寿のシンボルとされている。そのため西洋の影響を受ける明治中期頃までは、日本でも、中国の影響で縁起の良い動物とされており、日本石油、現、JXTG エネルギーでは1980年代、初頭まで賞として用いられ、また、 福山城のある川堀山を由緒とする広島県福山市の市長の使用霊や長崎のカステラ店福佐屋などはコウモリを商標としている。日本では使用霊は少ないがコウモリの家紋も存在する。上記の通り吸血種の実がクローズアップされて吸血鬼の剣属、あるいはその化身として描かれることもあり、また天使が背中に白い鳥の翼を持つとされるのに、 対して悪魔は背中にこのコウモリのを生やしているとされる。日本では仮面ライダーシリーズに登場するコウモリ男、カワホリ系の怪人がその例と言える。一方で黄金バットやバットマンのように正義のヒーローのモチーフとして扱われ、こともある大衆正義のスーパーマンに対し、バットマンは個人正義に例えられる。なお、平成仮面ライダーシリーズにおいてはカワホリを模したヒーロー。 仮面ライダー龍騎の仮面ライダーなど、仮面ライダーキバの仮面ライダーキバや仮面ライダーダークキバ、ダークヒーローとして、仮面ライダービルドのナイトローグ、仮面、ライダーマットローグが登場しているほか、川堀の怪人も各シリーズにたびたび登場している。おおむね、翼を広げたような姿のものが多い。感染症学的には、コウモリア木は、家畜伝染病だけでなく、月締 ネズミ等と同様に、人獣共通感染症も含め様々な感染症の原因となる病原体を保有している。コウモリが宿主となる感染症は、狂犬病が有名であるが、新興感染症に分類される、リッサウイルス感染症、ニパウイルス感染症、ヘンドラウイルス感染症、日本脳炎、重症急性呼吸器症候群などの原因となる。 ウイルスの保有が報告されているほか、日本国内のコウモリから新種のアデノウイルスやヘルペスウイルスの発見も報告されている。2013年から2016年にかけ、ギニアをはじめとする西アフリカ諸国でエボラ出血熱が流行した事態でも自然宿主の可能性があるオコウモリとの接触が原因となった可能性が指摘されている。日本では コウモリが直接原因となった感染症の報告はないが、接触後は必ず手洗いを行うことや精子を問わず、コウモリの体や排泄物との接触、コウモリ生息地への侵入やペットとしての飼育は、木であると警告する専門家がいるほか、オーストラリアでは人獣共通感染症の感染源となる危険性が高い動物であると考えて、侵入制限を含めた、 様々な対策を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。